そうでございました。おもちゃチャンネルさあ、ここはですね、はい、英検を分析してくれた、うちの会社の社員でもあります。はい、IELTS とか、英検とかの講師の、はい、増田先生でございます。はい、よろしくお願いします。前回ね、出ていただいた時はですね、うん、受けてきたという話だったんですけど、はい、今回実際結果出たんで、はい、どんな感じだったのかを聞いてみて、要約問題ですね、その新形式の要約問題が一体どういう形で、どんな結果だったのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、では、2級からですかね、はい、その点数とともにね、はい、どういうふうに書いてどういう実験をしたのかっていうのでちょっと話してもらおうと思います。はい。はい、じゃあまず英検2級のものなんですけども、このような感じで要約を書きましたので、はい、問題の方はホームページ等に行っていただければ、見れると思いますので、元の文はぜひ確認してみてください。そうですね、早いところ見ないと過去問、なくなっちゃいますんで、はいはい、表示されないんで、2024年度第1回ですね。はい、はい、でですね、今回まず大きく試してみたかったこととして、文字数っていうところに結構フォーカスを置きまして、うん、2級が45から55語で、エッセイの方って結構文字数オーバーしても満点出たりとか結構するので、はい、文字数オーバーしても大丈夫なのかなっていうところを少し、うん、実験材料としてやってみました。で、今回60ちょっとで55語が限界なんで、マックス文字なんですけども、うん、60ちょっとで書いてみたというところですね。点数が、このような感じでですね、内容が、全て4点中ですね、うん、内容が3点で、構成が3点で、語彙が4点、文法が4点というような感じになりました。おそらく内容のところでですね、課題で求められている内容が含まれているかということで、元の文字数っていう指定が45から55っていうところのルールに反したのかなと、うん、それでやっぱ1点が引かれたのがおそらく予想としてはあるので、うん、なので3点になってしまったのかなと。そうですね、要約なんで、はい、うん、まとめないといけないので、いくらでも書けちゃったらそれ要約じゃないので、うん、そうですね。なので、まあ、逆にこう文字数オーバーしても内容4点だったよとか、そういう方がいたらちょっと教えてほしいかなと思います。ぜひ皆さんのね、こんな余裕なかったかもしれませんけど、教えていただければと思いますね。そうですね。で、だから内容としてはやっぱりポイント全部入ってますね。はい。見る限り入っているので、内容点として欠けるところはないので、まあそれが言えるんじゃないかなと。で、構成に関しても、ちゃんとトピックあり、オールソーとかも入ってるし、however もあるし、いい点悪い点も。わかりやすくならってますし、うん、What is worse とかね。そうですね。なっているんですが、でも惹かれてるということで。そうですね。で、まあ、おいが思ったのは、段落分けしたからじゃないのっていう、ね。そうですね、はい。で、回答、英検さんが出してる回答を見ると、段落分けてないんですよね、実は。なので、そこを開業しちゃ、勝手に自分の方で書いちゃったので、うん、もしかしたらこれが構成点に響いてるんじゃないかなというのはありますね。それで一点惹かれてる。うん、なので、ここも、まあ、次回ちょっとまた受けたりして、そこは検証してみようかなと。そうですね、ここ。この段落分けしないでっていうのでどうなるか。ちなみにエッセイの方も段落分けしてないじゃないですか、うん、2級の方してない。そうですね、まあ、それエッセイの点は、あ、エッセイも同じで、引かれてたので、あ、引かれてた、はい、で段落分けして書いた、そうですね、今回しかもエッセイちょっと、まあ、ふざけたわけじゃないですけど215書いちゃってるんで、何号のやつでした、80 60から85で200号書いて、はい、内容点は満点だったんですけど、はい、構成点で1点引かれたん で逆にむしろこれぐらい書いてると分けないと気持ち悪い感じになっちゃうんで、なので、まあ、勝手に自分の中で分けたんですけど、多分これが、まあ、少しルールに反したのかなっていうところで、英検さんの回答は2級は対応ないので、まあ、文字数もめちゃめちゃ多いっていうのもあるからね、そこ、ね、構成に入っていたかもしれないですけどね。はい。はい。で、あとは4点4点だった。ああ、まあ、エッセイに関してはですけど、うんうん、書きすぎも惹かれる可能性ありという、うん、そうですね、はい、なので構成がまあ改行なのかっていうところにはなるかなと思います。はい、で模範解答ここ貼っておきますんで、はい、これも問題からこの回答を作るときになんか気をつけたこととかコツとかはありますか。うん、そうですね、まずこう最初トピックが出てるので、うんうん、これがまず一文でまとめることですね。そうじゃないと結局伸びちゃうんで、大事なので何やったかとかじゃなくて、そのメリットデメリットを2個ポイントちゃんと言及することなんで、結構最初今回の場合4行分こういうオンラインでっていうお話があるんですけど、結局そこを一文で綺麗にまとめることっていうところが結構大事 でこの It has become common っていうのが意外と僕の中で使いやすい。なるほど、大体何かがあったとか何かが導入されたなんです、うん、なんでこれがありふれてきたよね、これが導入されたよねっていうことで、なんとか has been introduced とか、ほうほうほう、これすごい使いやすい。なるほど、っていうのを使うと一文が綺麗にすってまとまりやすい、うん、で一つ目メリットが二つ書いてありますね、今回ね。はい。放送で繋いでますね。そうですね。で、この繋ぐことですね。うん、で、however は絶対入れてください。これないと絶対点数引かれるんで。うん、で、さらに、まあ、今回は what is worse 使ったんですけども、まあ、in addition とかでも全然いいと思いますし。
そういったところを使うと、モアオーバーでもいいと思います。悪いところ2つ。そうですね。書いてますね。書いてるっていう。なるほど。こういう形で書いてるということです。はい。一、はい、つ気をつけなきゃいけないのが、多分今回22なんですけど、たまに1個の時も、あ、ポイントが。そう、出てくるんじゃないかと。絶対にってわけではないかなとは思ってます。うん、で、1、2になることもあれば、逆に、まあ、2級はないかもしれない。この後準1級で、3になることもあるんじゃないかな。2級が1、2の可能性があるんじゃないかなと僕は思ってます。うん、まだわかりません。はい。っていうような感じですね。ただその本文自体に、そのモアオーバーとかオウソーがね、今回出てたんで、非常にわかりやすくなっていたと思いますね。で、順一、一級とこう上がっていくごとにね、わかりにくくなっていくので、そうですね。ですね。はい、なるほど。じゃあ、順一級のようやくどうだったのか。はい、ですね。こっちの方が個人的にはいろいろショックというか、ショック。まあなんでなんだろうって疑問点が多いところにはなります。準1級の方が、この今回フリーランチですが、ね、はいはいはい、ただ、よくあるトピックなんですよ。そうですね。めちゃめちゃ大学入試でも何度も問われてる。長文でも出てきたことあるし。そうですね。はい、で、こちらの準1級、まあ、こんな感じで、はい、ようやくは書かせてもらったんですけども、今回これがですね、内容点はまたさっきと同じく75をちょっとオーバーして、75ぐらいだったかな、確かで書いたので、まあやっぱ1点引かれてるのはしょうがないかなと思ってたところ、うん、なぜか2点だったと。ね、うん、3点だったら全然納得はできるんですけど、なぜか内容点が2点で、うん、個人的には結構ちゃんと書いたつもりがあるんで、うん、なぜこれが2点なのかっていうのがまだわからない。なるほど。まあ、ポイントとしてね、抜けてるところもない。そうですね、うん。ちゃんとニコニコで、今回もニコニコで、あ、ニコ1個すいません。下1個ですけど、うん、まとめたんで、これがなんでなのかなっていうのはわからないので、ちょっとまあ、もしこれで、視聴者の方でここが悪いんじゃないかみたいなのがあったら、ちょっとぜひ指摘してもらえると、今後の参考にもなるので、なぜ2点なのかと、うん、まあ、1点引かれた理由ですね、うん、文字数オーバーとあと何なんだろうっていうところ。そして疑問で、構成の方が構成も3点ですね、うん、で、こっちの方も段落を分けてない。この1段落で書いてありますけど、この段落分けされる、うん。そうですね。そうすると段落が分かれてる。そうだ。1行1行改行しちゃうと、段落は別であるになっちゃいますからね、うんうん。そうですね。それで書いちゃったのが原因かなと。うん、で、模範解答の方を見ると、やっぱり準1級も要約に関しては段落分けをしてない回答になってるので、うんうん、まあ、そこが原因なんじゃないかなと、個人的には。他はちゃんとメリット、デメリット、ちゃん、ハウエバーとかも使ったり、今回準1級なんで、まあ、クリティクスみたいな感じで、ちょっと書いてみたりもしたんですけど、まあ、そこでやっぱ構成で下げられてるってことはそこなのかなと。なるほど。で、語彙文法は。で、語彙文法も3点3点なんですね。ここもちょっと個人的にはわからないところで。なるほど。そうですね。2級の方は満点だ。4点4点で満点だったんですけど、まあ、なぜこっちが3点3点なのかなっていうところですね。うん、この出題の狙いで語彙に、課題にふさわしい語彙を正しく使えてるかっていう、まあ、曖昧な表現ですよ、ね。で、これが何なのか、そしてあと文法の方の、文法像のバリエーション、それらを正しく使えてるか。ミスは多分ないと思うんですよ。バリエーションがなかったのかなっていうのは。そうなのかな、結構個人的には無生物主語を使ったりとか、うん、関係詞も使ったりしてるんで、バリエーションつけたつもりなんですけど、まあ、3点だったと。文句言ってもいいかもしれないですけどね。ね、やっぱり、初めて、の英検だったんで、どういう風に採点されるか、採点してる人もちゃんとできてるか分かんないと思うので、そうですね、これが3点だったらむしろ4点どんなこと書いたら4点になるのだっていうのが逆に知りたいくらいですね、語彙と文法に関しては。だって模範解答とそんな変わんないしね。そうなんですよ。だってそんな変わんないじゃんっていう感じ、むしろ似てるよね、すごい。そうなんですよね。やっぱ使ってる構文が似てる。ちなみにそのエッセイの方は何点だっ、エッセイはでもそんなに低くはなかったですね。準1級の方は。多分準1級は段落分けしてるからなんですよ。俺を見てもね、まだ AK1 級持ってるし、うん、IELTS だって8あるから、やっぱり、もし俺が正しく採点されてるとしたら、ようやく厳しすぎだろうっていう。そうですね。エッセイとようやくのやつ、入りがすごいじゃんってなっちゃうんで、でね、ちょっと考え直してほしいかなっていう思いますね。むしろその語彙文法4点でしたみたいな人がいたら、うん、まあ書いてメモってる人も少ないと思うんですけど、うん、そういうのがあったらちょっと見てみたいなと思いますね。はい、どうですか、コツとしてはこんな風に書くと書きやすいみたいな、うん。そうですね。これ先ほどちょっとチラッとも言ったんですけど、うん、やっぱ無生物主語ですね、うん。無生物主語を使うと、要は because の流れ、because って SVSV になっちゃうんで、比較的文章が長くなるにあるんですけど、それを一文でまとめられるのが無生物主語になる傾向があるので、無生物を置いて、allow と enable、
ですね。これで人 to do。この形、あるいは make 使ってもいいと思うんですよ。make と動詞の原型ですね。make の場合 to 使わないんで、ここは気をつけなきゃいけないんですけど、を使っていく。あるいは、今度マイナスなことっていうのも結構あるんで、その場合は prevent。ディスカレッジですね。この辺でフロームになるんですけども。一フロームですね。そうですね。あの辺を使っていくと、比較的、こう、尾行図を使わずともいける。なるほど。主語はね、人だったものを。そうですね。はい。両方別のものに置き換えることです。そうです。で、それこそが、まあ、これは僕の意見だったんですけど、文構造のバリエーションかなと思ってたんですよ。うん、基本的にやっぱ人主語にしがちじゃないですか。うん、なんですけど、そこをあえて無生物にしてみる。っていうのもやってみたりとか、だと関係詞で、ウィッチヘルプスみたいな感じで、ちょっと使ったりとかも、うん。あ、そうですね。ヘルプがね、これ模範解答にもあるし。うんヘルプ使いやすいです、ね。かなり使いやすいですね。で、もう一個じゃあ違うのって言ったら、コントリビュート to とかも。ああ、はい。使いやすいですね。はいはい、which contributes to、その代わり ing なんで気をつけてください。そうですね、doing。そう、doing あるいは名詞なので、うん、っていうところですね。あとは、because sv を今回僕の方も使ってるんですけど、due to にする。ああ。due to 名詞にすることで、うん、ちょっと短く。because sv の方がやっぱ長くなっちゃうんで。うんで結構書いてる中で皆さん60から70でまとめるの難しいと思うんですよ。だいたいやっぱ今塾とかで見てても文字数オーバーする子が多い。そういう時、due to を使ってちょっと短くしたりとか、すると比較的うまくいったりするかな。説を句に変えるってことですね。そうですね。はい。それができるとよりいいんじゃないかな。なるほど、うん。じゃあぜひ皆さん試してみてください。はい。はい、そして、こんな感じだったよっていう人ね。そうですね。はい、ぜひ教えてください。教えてもらえると。はい。コメントお待ちしておりますし。じゃあぜひ英検には文句言っていただいて。はい。伝わるのかどうか。そうですね。ちょっと英検。まあまあ、またちょっと、次回か、また次かで受けていこうかなとは思うので。はい、そうですね。SCBT 申し込んでもらって、試験代は払うのは私ですから。はい。払っていただいて、ぜひ受けても、はい、見て。受けてもらえればと思います。そうですね。またちょっと実験して、まあ皆さんにね、こう還元できていけばと思うので。はい。はい、じゃあぜひコメントお待ちしておりますので。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。実験した松田先生においていただきました。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。ありがとうございます。